えー、皆さん、こんにちは、えー。昨日、総理は G7 に赴かれました。えー、この度の G7、えー、アジアの主要国主として、えー、日本があ存在感を示す必要があります。えー、先のお総理との懇談の折にもですね、えー、そうしたあ姿勢をお明確に語っていらっしゃいました。えー、特に日本があ強くもお主張してきた法の支配、 に基づく国際秩序の維持強化、また、グローバルサウス諸国との連携の強化ということが今の状況の中で、最も重要な国際社会の目標だと思います。また、ウクライナ平和サミットも続いて行われますので、ウクライナに対する支援と、 また、この場面でも、法の支配に基づく国際秩序の維持、強化の重要性というものが確認をされると思います。えー、帰国してからはいよいよ今国会の最終場面、重要な法案の審議等が控えております。また、党首討論も開催されるという見込みでありますので、この国会の最終盤、 しっかり結束をして仕上げてまいりたいと思います。また、昨日、都議会の本会議で小池百合子都知事が次の知事選の立候補の表明を正式にされました。知事からも直接私も電話をいただきました。そうしたことを踏まえて、これまで都議会公明党が 出馬の要請をしておりましたけれども、結果的にそれを受ける形で、都知事が正式に立候補を表明されましたので、要請をした側として、しっかりと応援をしていきたいと思います。小池知事は立候補をするにあたって、無所属として出ると、政党には推薦を求めないと、そういう姿勢だと。 お思われますので、ここは、自主的にしっかりと支援をするという態度で臨んでいきたいと思います。この東京都政は日本の首都であることはもちろん、豊かな財政、人材、政策能力を生かして、 えこの先進的な政策を生み出す機能を担ってまいりました。えー、子育て支援もしかり、防災対策もしかり、また都市の機能の強化という点でも先手を打って、これまで、えー 様々な政策を実現してきたわけであります。それがいずれは国の政策として標準化されると、そういう歴史でもありますので、この都政の役割は極めて重要であります。まあそうした中で、都議会公明党はその政策の推進力として、様々な具体的な提言をしながら、また東京都側、 都知事の決断を促してまいりました。要請にあたって特に強調しておりますのは、新型コロナウイルスの感染のとき、大規模接種会場の確保、あるいは医師のや医療従事者の支援、あるいは事業者への協力金などの経済的な支援、 また、感染者の後遺症の支援など、公明党の緊急提言を受けて、そうした施策を推進をして、感染の拡大を最小限に食い止めたと、ここは高く評価しているところであります。また、子育て、教育の負担を軽減するという点で、私立高校の授業料の実質無償化、 また、公立高校と合わせて所得制限を撤廃をすると、また、第2子以降の保育料の無償化も実現をし、また、高校生、高校3年生まで医療費の無償化も実現をいたしました。こうしたことも、これからの全国への政策のいわば、先駆を ていいるるとと評価できると思います一方で東京は災害も様々懸念されるところでありますけれどもここも東京強靭化プランを作って例えば調節洪水の調節池この整備は東京都も予算を割いて国と協力しながらやっているところでありますしまた高潮対策その他 様々な取りり組みをいたしておりますこれはすでに成果を見つつある部分もありますし、これからもしっかりと取り組んでいかなければならない、いわば未来の課題でもあります。こうしたことを都議会公明党が評価した上で、これからの小池都知事3期目を誕生させて、都政の発展、さらには、 国全体への波及、まあ、そうしたことを目指して応援をするということでありますので、党本部としてもしっかり心を合わせて支援をしていきたいと、このように思います。どうか、今日は都議会からもお二方いらっしゃってますけれども、そうしたことの先頭に立って奮闘していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。